鉄道再建は、公共企業体日本国有鉄道が、日本国有鉄道法に基づいて発行した債券を、言う。旧商法に基づく社債及び国や、地方公共団体による交際には該当しない。日本国有鉄道法第42条の2に基づき、国鉄の長期財源に充当することを目的に、国鉄が発行したもので、社債でも、 交際でもないため関係法令の適用を受けず、引き受け先の制限はなく、外債資金調達も認められた。発行には、運輸省の認可が必要で、発行限度額については、国会の議決を要した。運輸大臣の認可を受けて銀行、または、新宅銀行に発行事務を委託することができた。また、東海道新幹線建設資金借り入れにあたり、 国際復興開発銀行に引き渡す、鉄道再建を発行するため、1960年に国鉄法を改正して、外国の銀行、または、信託会社に発行事務を委託することも可能とした。消滅事故は、元金は10年、利子は5年で完成した。償還期限が短いため、国鉄財政の悪化に伴う再建残高増加が、 償還額の増加に直結、資金繰りを圧迫する要因の一つとなった。地元自治体が引き受けた特別鉄道再建で建設費を賄ったキット1000の駅舎鉄道再建は次の9種類が存在した。ありがとうございます。